おはようございます、マッチョ。フォルテです。本日は悲しいお知らせとなります。おしゃべりムキムキコンサート全国ツアー全公演中止。そして、クリスマスに予定したハッピーミュージックムキムキ笑顔コンサート中止のお知らせです。理由としましては、コロナウイルスによって演奏会が全くできそうにないと。そして、皆様のね、安全、そして僕の安全、僕のスタッフの安全、すべてを考慮した上で中止の決断をいたしました。本当にね、僕としてもすごい思い入れがあって、人生初めての全国ツアー頑張るぞと、1年前から YouTube で活動し始めてここまで来たんだと、すごい思い入れのあったツアーでした。そして皆さんも本当に楽しみにしてくださっていて、僕としてはね、この動画を出すのがすごいね、辛いのですが、まあ、僕らしく、元気に、発表させていただきました。というわけで、まあ中止なんですけども、チケットについては全て払い戻しさせていただきます。今、チケット会社と連絡を取り合ってますので、また後日、Twitter、インスタ、YouTube のコミュニティなどで発表いたしますので、チェックお願いいたします。12月の方のコンサートは、主催者様が違いますので、概要欄に主催様のその情報を貼っておきますので、そちらをチェックしてみてください。お願いいたします。簡単にね、中止する理由について話すと、もちろんコロナによって中止を決断したんですけども、延期を最初は考えてました。しかし、やっぱり延期ってなったとしても、その延期の日程が、例えば開けないっていう状況だった時に、かなりね、ちょっとね、大変なことになるんですよ。そのチケットの関係上。そして他のホールで、やるっていうのも、そのチケットの席がもう決まってるので、不可能です。まあ、そういうすべてのことを考えたときに、まあ、年内の公演は厳しいっていう判断をいたしました。そして、まあ、僕の全国ツアーっていうのは、どちらかというとね、県外とかの方から、そこの県にね、皆さん集まってくれたったりとか、ちっちゃいお子さんから、100歳を超える方まで、いると思うんですよ。やっぱりね、すべての、やっぱ安全面を考慮したときに、難しいなと思い、厳しいのではないかという決断をいたしました。例えばね、僕のイベントの規模っていうのが、まあ東京とかだとやっぱり1000人のホールで、やっぱ1000人もう埋まってたので、そういうことを考えると年内は絶対無理だという理由です。いろんなホールにね、やっぱ確認をしました。中止のお知らせをするときに。やっぱりそのホールの方針があって、50人以下のイベントだったらやってもいいですよとか言われてたんですが、まあ50人以下っていうイベントが僕の今の状況だとありがたいことに難しいです。ちょっと自慢させていただきます。開けなかったけど。というわけで、今回は中止を決断しました。しかし、世の中が落ち着いた時、ワクチン等ができて、イベントが出来出した時、リベンジして曲も追加して帰ってきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。今回の発表について、まあもしかしたら中止するかもとね、ちょこちょこ YouTube とかで、Twitter とかで言ってたんですけども、たくさんの方から、チケット払い戻しせずにこれを負債の方に回してくれと、たくさんのお声をいただきました。本当にね、それはもう本当に負債に回させていただきます。ありがとうございます。皆様のやっぱ応援があって、そして皆様が来てくれて、そして、まあ僕としても皆様とね、YouTube 上だけではなく、初めて直接会って、まあ話したりとかするっていうのが本当にね、楽しみにしてたので、世の中が落ち着くのを皆様でね、ステイホームして待ちましょう。そして、T シャツ？そうなんですよ。この黒の T シャツは、ボクフォルテアパレルから出てる、会場限定の予定の T シャツでした。会場に持っていく予定だったので、たくさんあります。そして、会場だけで販売を考えていたハンカチ等もございます。そして、まあ、なんと言っても、ステイホームするために、よければ、CD の方をチェックしてもらえたらなと、本当に、負債に回させていただきますので、お願いいたします。そんな感じで悲しい発表ばっかりだったのですが、嬉しいお知らせを少し、元気に行きましょう。なんと、フォルテ！年内に熱情の CD を考えてます。制作のために一生懸命練習しますので、またそれも楽しみにしておいておいてください。そしてさらに、特にね、子供さん、コンクールとか演奏する場所がなくなって、ひまひましてるよね。というわけで、
ピアニストたちでね、コンクールみたいな挑戦の場所をまだ詳しくは言えないんだけど、子供さん限定で考えてるので、ぜひ挑戦を待ってます。それはね、まだ今は言えないので、また詳しくは来週あたりに発表します。そして、まあ月末あたりに考えてたのが、そのメンバーシップみたいな感じで、まあもともと僕は演奏会とかで皆様とコミュニティを取ってたんですけども、まあみんなで、その特に音楽の詳しい話とか、例えばうちの母を招いて音楽のね、まあ教室をやってて、そして審査員とかもしてる母とかを招いて、音楽の相談だったり子育ての相談、そして僕のね CD 制作の裏側だったりとか、楽屋の例えば演奏会とかやるときの裏映像だったりとか、まあいろんなことをメンバーシップでも考えてます。それはまあまだ今考えてる段階なので、まだ月末あたりにまあちゃんと決まったら発表させていただきます。というわけで、まだまだ嬉しいお知らせは世の中あります。というわけで皆様、今後ともフォルテをお願いいたします。本当にね、皆様の応援の気持ちすごい伝わってます。僕もすごい元気に皆様を届けられたらなと思っております。最後噛みまくったね。まあこれがフォルテスタイルですよ。本当に皆様、今後ともお願いいたします。よければまた会いましょう。そしてまあステイホームして世の中が落ち着くのを待ちまっちゃ、というわけで最後は元気にバイバイいくよ。せーの、バイバーイ。